硬いなと思ったら無理しないでネジ外し忘れてないか必ず見てください。 Wi-Fi カードこちらですね。こういったヘラなんかでアンテナを外してあげます。ありがとうございました。はい、繋がりました。10年前のパソコン、なんて Windows 11入ってんのかっていうとですね、どうもこんにちは。今日はですね、以前 SSD を交換しましたこちら東芝ダイナブックサテライト B25221G なんですけれども、実はですね、私の自宅なんですが Wi-Fi ルーターを Wi-Fi6 対応のものに交換しましたところ、こちらの方だけネットに繋がらなくなりました。それでいろいろ調べましたところですね、こちらが Wi-Fi カードっていうものが入ってまして、この中の Wi-Fi カードが古くなったせいでインターネットに繋がらないという症状が出ております。スマホですとか今メインで使ってる Dell のパソコンがあるんですけれども、そちらについては問題なく接続できておるんですが、この古い東芝のノート PC だけ繋がんないという状況ですので、 Amazon でですねこういったネットワークカードというものを買いまして、こちらに変更すれば繋がるはずですので、ちょっとその作業していこうと思います。グラブで外しまして、バッテリーの方はもうとっくの通りにダメになってて、もともとバッテリー自体ついておりませんので、外装のネジをバンバン外していきます。ここにある1本だけ色の違うネジがあるんですけれども、こちらを外しますとドライブが抜けます。そうしましたら、これはまあパソコンによっていろいろなんですけれども、私が持ってるダイナブックについてはこれ以外のネジは全部同じネジですので、片っ端からも外していきます。はい、全部取れました。もう何回か実は開けてるんで手で開いちゃうんじゃないかと思うんですけど、ダメだ、やっぱハードディスク外さないとダメ。まあ、いけるかと思ったんですけど、ハードディスク SSD は外さないとダメです。そう簡単には外れませんでした。こういうドライバーなんかに付属しているピックをこういう隙間に入れてってあげれば意外と簡単に外れます。爪がかかってるので外れる。ここが結構薄くて割れやすいんで、ここ気をつけながらやります。あれ、なんかどっか止まってる、これもう一箇所止まってましたね。結構簡単にパキパキ分解できるんで、硬いなと思ったら無理しないでネジ外し忘れてないか必ず見てください。 Wi-Fi カードこちらですね。こういったヘラなんかで、アンテナをまず外してあげます。外れました。もともと1本しかついてないんで、これ古い Wi-Fi カードはアンテナ取り付け位置1箇所しかないんですけど、新しいのは、2箇所あるんですね。ことここで、これ1と2ってなってて、1がメインで2が AUX ってなってるんですけれども、1の方にはめます。M.2 の SSD みたいな感じ。ネジを取ると浮き上がってきますので、これを引っこ抜きます。新しいカード、51ピンマスクしないと Bluetooth 使えないなんていう情報もあるんですけれども、とりあえず何もしないでそのままつなぎます。ついてたネジを止めます。で、アンテナをこっちの方にはめます。パキッとなんかクリック感がありますので、はい、あとは元に戻します。
とりあえず SSD だけつけまして起動させます。他のネジは回し、ドライブだけ挿していきましょうね。とりあえずこの仮組みで電源入れてみます。電源オン。もう問題なく立ち上がります。それでですね、デバイスマネージャーで一応デバイス正常にってなってるんで、インターネットにつながるか確認します。ああるわ。接続します。はい、つながりました。っていうほどではないかな。前回の動画再生してみましょう。大丈夫ですね。ということでとりあえずつながりました。 11A5GHz 帯の、電波拾って今つながってます。ブルートゥース機なんかなんかな、なんかつなげましょう。ダイソーのワイヤレスヘッドホン。接続してます。つながった。 Bluetooth そのまま使えますね。なんか51番ピンをセロテープとかでマスクしないと Bluetooth が使えないらしいっていう情報をもらってたんで、まあ、あの通常の接続でダメであればそれをちょっとやってみようかなと思って、とりあえず試しにそのまま素組みしたんですけれど普通につながってます。今ですね、ヘッドホンにマイク聞こえますよね。ということで Bluetooth についても問題なく、使用できます。このままただ取り付けるだけですね。で、古い無線 LAN のカードはもうちょっとお役御免っていう感じになっちゃったんで、これはもう使い道がないんで処分ということでですね、一旦電源を落としまして、先ほど取り付けてないネジの方がありますのでこれをつけていこうと思います。ここまで直すとバッテリーも欲しくなるところですね。この SSD についても、今のところ問題なく動いてます。もう2年ぐらい使ってるんで、まあ、使用頻度が少ないっていうのはあるかもしれないですけどね。 いい買い物だったと思いますね。これは本当もうこのパソコン使い道ねえなって正直思ってましたんで、まあ、これで動画編集とかっていうのは無理ですけれども、ウェブ閲覧とか YouTube 見るぐらいだったら意外と使えます。
まあこういう機械物をバラすのが好きな人は大体わかってると思いますけど、ネジは最初の1本目からガチガチに締めていくと合わなくなってネジ入んなくなったりするんですよ。なので緩めに締めて最後に全部本締めするっていうやり方をした方がいいと思います。私の持ってるこの10年前のパソコン、なんで Windows 11入ってんのかっていうとですね、ルーファスっていうですねソフトを使いまして回避しました。でそのルーファスっていうのは概要欄の方にダウンロード先入れておきますけれども、このルーファスっていうソフトを使いますと、この Windows の要は Windows 11に対応できるスペックがあるかどうかっていうのをチェックするんですけれども、このチェックをスルーさせてブート USB を作る、要はインストール用の USB を作るっていうことが、できます。そのルーファスっていうのを使ってマイクロソフトのサイトから Windows 11の ISO ファイルをダウンロードしまして、インストール用の USB を作成し、それでインストールをすることによって普通に11がインストールできますということでですね、こちらに書いてあります通り Windows 11.2312 の方が入っておりまして、ライセンス認証についても、まあ、もちろん正規の Windows 8のライセンスがありますので問題なくデジタルライセンスによってライセンス認証されてますというふうに出ておりますから、こちらの方は全く問題なく、Windows 11にアップデートができてます。それで不具合があったのはですね、一部ドライバーが手動でアップデートしないと、ダメなものがありました。普通に Windows アップデートで入れられるドライバーを入れれば問題なく、動いたんですけれども、 Windows アップデートのですね詳細オプションのあれ違えよ、あこれオプションの更新プログラムでドライバーの更新プログラムがあって、ちょっと分かりづらいんですけども、このここに CPU のやつが出てるんですよね。これ一番上がインテル7シリーズとか、セカンドジェネレーションインテルコア、多分コアなんとかとか、コア i7 とかだとこれするんでしょうけど、そんでもう今インストールしちゃったってここにないんですけれども、私のセレロンなんです、インテルセレロンなんやらっていうのがあったんで、それをダウンロードしてインストールっていうのをここでこう触るとこうチェックレテンがつくんで、それつけてダウンロードとインストールを選ぶと勝手にインストールされますん でそれが終わった後に再起動をかけまして、この Windows マークの右クリックでデバイスマネージャーって選ぶと、問題があるやつはここにびっくりマークがつくんですけれども、それが正常にドライバーがインストールされれば消えますので、そうすればもうそのまんまとはいつも通りに使える状態になってます。ちょっとなんかまあ遅いっちゃ遅いですけど、まあでもしょうがないですよね、これ10年前のパソコンなんで。普通にロードもできますんで、アマゾン俺の名前が出ちゃう。アマゾン割と重たいんですけれども、普通に表示してますから、まあ、問題なさそうですよね。YouTube やっぱちょっと重いですね。はい、ということでですね、今回10年前のパソコン、ダイナブックのサテライト B25221G ですね、こちらの方に古い Wi-Fi カードですね、これを付け直しまして、 USB に挿す Wi-Fi の子機があるんですけれども、最初それを使おうかなと思ったんですが、これだと基板の中に入れられるのと、 USB の Wi-Fi 子機を使うと USB 一口潰してしまうのと出っ張りがあって邪魔っていうのがありまして、今回はこの Wi-Fi カード自体を入れ替えるっていう作業をしました。非常にすっきりしますし、ますますやっぱ自分で触ると古いパソコンですけれども愛着も湧いてきますので、ぜひお困りになられてる方やられるといいと思います。今回も最後まで動画の方ご視聴いただきありがとうございました。それではまた、さようなら。